しょう。忘れてるわ。よいしょ。ちょっと待ってね。もう誰かいるかな。いた。開け読めました。開けました。こんばんは。ちょっとさ、12時半からスタートしてくる。眠くなってきちゃったよね。よいしょ。あー、バラありがとう。さあ、ちょっと夜な夜ななんでどれぐらい人が集まるかはちょっと分かりかねるところでございますけれども、けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、ハッピーでニューで、ニューなイヤーでございます。はい、さっきライブしたからさ、なんか何かこういろいろ新しく変わったわみたいな気持ちがそんなにないんだけど、まあでもハッピーでニューなイヤーなんで、どうぞよろしくお願いします。新年早々ヒカキン結婚したみたいになんかやってたね、 YouTube。 なんか結婚しました、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 なんか、ね、いろんな結婚しましたやってた。明けましておめでとうございます。いや、なんか12時半からスタートだと思ってる人もいるから、ちょっと勝手にっていろいろ新しいことを進めてしまうと申し訳ないんですけど、ちょっと待ってるんですけど、なんかさ、寝そうだったからちょっと始めた。ほっといたらわしゃ寝るわっていう、こりゃもう寝ちまうわと思って、なんか急にさ、なんか急にめっちゃ急に眠気がってきて、やーべえねーみーみたいな。もうさ、12時10分からとかさ、5分とかから始めとけばよかったんだけど、30分のこの時間は私はどういう計算をしたのかって分かりまちん。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。あ、クラリちゃん明けちゃった。ごめんね、クラリちゃん。なんかさ、さっきね、ちょっとこれめっちゃ急に、全然急な話なんだけどさ、なんかこうボヘーっとおすすめをこうピャーって見ててさ、ボヘーっと思って、もうなんか結構何ヶ月、9月とかの投稿だったと思うんだけどさ、コメントふと開いたらさ、クラリちゃんがさコメントしててさ、あ、クラリちゃんコメントすると思って、それにいいねドレスした私、今頃このタイミングで。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。あ、帰ってきてる、家族が寝てくれ。見に来れました。ひろみさんありがとう。こんばんは。こんばんは、こんばんは。皆さんありがとうございます。明けましておめでとうございます。こんにちは。ほら、ほら。さあ、2024年が始まりまして、まあ、どんな年にしたいかなって思ってね、なんかこう考えるけど。ゆいさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。こんな時間にこんな64人とかって、私のところはパッと見ると64ってなってるけど、ありがとうございます。あんなマニアックなところ見つかるとは。いや、だってあのさ、こういうシールあったよね。あれ、なんかああいうさ、子供の頃とかシール、なんかちょっとごめん、急にネタしゃべ、あのあれの話したし、あれなんだけど、あれの話して、なんかこう子供の頃さ、あんまりお家がね、あの裕福ではなかったから、多分いろいろあれこれ買ってもらえなかった子供時代を過ごしてると思うんだよ、私多分。だからああいうのってさ、欲しかったと思うんだよね。でも買ってもらった気がするな。何そのストラップ欲しい。これはクラリちゃんが、このね、私も使っているこのキアラマステ、ダイヤモンドアートキアラのね、このマステを使って作ってくれました。もう私はどうせボロボロにしてしまうので、使わない、飾るにしてます。さあさあさあ、
皆さん挨拶ありがとうございます。これマジで可愛い。よくこんなさ、マステでこんなおしゃれな、今年焼けのネイルはちょっとこうなんか金のラメを申し訳程度に塗っております。ボロボロ、開けましておめでとうございます。ボロボロになったら新たに作るから使って。マジ、何そんなことしていいの。もうさ、やるよって。さあ、ということで新年最初のダイヤモンドアートは私も決めているんです。もうね、ちらっとあの在庫の動画とかね、在庫の動画とか、あとあのストーリーとか見てくださった方はなんか気がついてるかもしれないんですけども、ちょっとね、まあ、動画も撮ってるんだけどまだ動画アップしてません。なんでね、ちょっとライブでみんなにちゃんと見せるのは最初なんですけど、よいしょ、ということでね、開けていきたい、じゃあ見せていきたいと思います。ちゅうことでいくぞ、どん。ちょっと全然うまく映らなかった。はい、ミュージアムエディションですね。これはね、あるかな、どっかに。あったあったな。ペイントジェムっていうね、こうサイトなんですけど、まあ、海外輸入に通販になるので、まあちょっと英語で買うたやつなんだけど、RK 先生のね、動画を見ていたら、こんなの見つけまして、何これ、マジ可愛いっていうことで、速攻買いましたね。はい、噂の海外輸入のやつ、そうそうそう。ちっちゃいサイズのダイヤモンドアートでして、まあ、ちょっとね、開いているから、行くから分かるんだけど、こういう感じでこう、ミュージアムエディションということなので、まあ、こう、美術アートですね、絵画ですね。接吻欲しい、そうでしょ、めっちゃ可愛いんだよ、見てね、こんな感じで後ろ見ると The girl is pearl、 なんかついてる、バールイヤリング、真珠のなんだっけ、真珠の耳飾りの女とか、 Starry Night は星月夜だかな、ゴッホさんの星月夜、モナリザ、 The Scream だからムンクの叫びですね、サンフラワーズ、バンゴー、ヴィンセント・バンゴー、ゴッホのね、あの、ひまわりとか、The Great Wave of 神奈川、なんつんだっけ、日本のやつがわからんやんか。The Kiss は、あれですね、クリムトの接吻。これがわかんないんだな、マンドリアンのコンポジション。The Dream、夢、私も知らない、これ、The Son of Man。あ、富国36系。あ、そんなのがさ、こんな、The Great Wave of 神奈川って言われるの？うへぇ。ちょっとなんか私の手がカサカサすぎて、この中。はい。ちょっといろいろ押せないんですけど。そしたらね、ちょっと、富国36系ですね。なるほど。日本のあれを知らんっていう。ということで、まあ実はもう開けました。開けてます。どう？ちょっとパンパンながらさ、ちょっと。開かないよ。よいしょ。ちなみに開封動画撮ったんですけどね、まだちょっと編集はしてないんですけどね、マジでおしゃれに、まあ、いつも通りなんか素敵には開けられませんでしたね。北斎ね、なるほど。はい、ペイントジェム。私が欲しいと思ったのは実はこのミュージアムエディションしかなかったし、他のはねちょっとあんま別にピンとこなかったんですけど、めちゃくちゃ可愛かったです。クリムトで私に年賀状書いてて。いる？やだ、でもあげられない。欲しいもん。いくらで買いましたか？6000か7000ぐらいだったかな。ちょっと高かったなって思ってますが、私は我慢できずに買いました。はい、こんな感じでね、開けていきます。これすごい私好きでした。 Relax through creativity、 クリエイティブをね通してリラックスしましょうということですね。素晴らしい。でもこのワードで私はもうキュンときましたね。 Relax through creativity、 ナイ
ニュースです。これすごいよね。皆さんこんばんは、いらっしゃいませ。明けましておめでとうございます。今年もよろしくです。あ、ふうかさん久しぶりだね。やっぱりそのくらいしますよね。購入ページまで行って踏みとどまってしまいました。そう、私もちょっと一瞬考えたのだけどね、ちょっとこれはもう一目惚れだったのよ。どうしても欲しいと思って。はい、で今回ねちょっと RK 先生の真似をしちゃったんですけど、こんな感じのねちょっとビーズケースに入れてみました。ケースはねこれ自分で買ってます。あのきちんとしたね開封動画は別で撮ってますので、またなんだ動画にあげます。こんな感じね、ちょっとね静電気がすごくって、ちょっとそこだけ、まあ、樹脂ビーズなんだから対象がないんだろうけど、めちゃくちゃ樹脂静電気でしたね。ちょっとあれだな、スタンドが欲しいな。まあいいや。はい、でねちょっともうもともとどんなキットだったかっていうのはねまた動画を上げるのでそっちを見てほしいんですけど、中を開けますね。はい、こんな感じで入ってます。ペイントジェム35ドルぐらい、もうね覚えてない。もう本当にすぐ欲しかった、とにかく欲しかったから、ちょっと金に糸目をつけずって言い方あれだったけど、ちょっと欲しくて買っちゃいました。じゃあ開けていきます。これが Tips and Tricks マルチプレイサーフレーミングスティッカーレビュー、わからん。 Avoid Layout Taking a Break Place the Cream、 わからん、いろいろ英語で書いてあります。はい、じゃ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 ーん。あーやばい、かわいい、見て見て、めっちゃかわいくない、めっちゃかわいくない。すぐ来るんですか。これはね、実はこれはねダイヤモンドアートクラブより前に購入したんですけど、私がちゃんとちょっとねうまくこう住所の登録ができていなかったの、まあ、名前の登録がうまくいってなくて、郵便局からハガキが来てね、住所書いてあって、で名前がよくわからないアルファベットになっててさ、なんだこれと思ったらさ、自分の名前の中国語読みになっとったんや。でちょっとそういうののこうやり取りが、あなたのとこに荷物届いてるけどあんたでいいの、はがきで返してねみたいな、ちょっとねそういうやり取りがあって、ちょっと届くのは遅かったです。 2、3週間かかったかな。クリスマスの日に届きましたね。はい、じゃあちょっといきます。これがねThe Girl with Pearl Earring ということで、真珠の耳飾りの、真珠の耳飾りの女。海外ユニアルあるですね。そうだと思う。ちょっとなんかね、ちょっと下手くそだったな。くのいちじゃない、くらいじゃ。やるときは歌うね。これはね、これがなんだ？The Dream。これについてはね、ちょっと私、元の絵があんまり分かってません。年始早々インフル。きゃー、無理しないでゆっくり休んでね、風花さん。パン祭り出てくる人？出てる人？ちょっと分かんないな。はい、こんな感じ。次行くぞ。これね、富国36系ってだっけ。これめっちゃ可愛くない？もう可愛いっていうか、あ、ちなみにね、ちょっとね、よく見ると分かんない。見て、ちょっとこう、台紙がらめってますね。富岳か。やばい。もうなんか、私の、無知をひけらかしていて恥ずかしい。はい、次。モナリザさんです。おつぼねのモナリザさんです。打ち上げ花火ありがとう、電球。このモナリザ目が点だから可愛いよね。はい、次。夢はピカソ。あ、ピカソ、ピカソ。ピカソっぽくない？確かに。ちょっと後でちゃんと見てみよう。動画上げるときはね、元の、写真とか載せよう。絵画載せようかな。これはムンク。このなんか、この、ここかわいいよね。なんかこの、これ、この感じ。これ。右手と左手どっちが上？これ？わかんない。はい。これはザ・サン・オフ・マン。
誰か分かりません。っていうかさ、そもそも私は動画を始める前に調べておくべきだと思う。うん、反省。はい、まあいいわ。映画泥棒似てるね。気になります。はい、これはね、ゴッホのひまわりですね。マジ可愛いんだけど、どうしよう。可愛いね。今ちょっと覗き込んでました。はい、これはコンポジション、モンドリアンのコンポジションです。でもなんか文字の向き的に これが正しいんかな。こうじゃないよね。1つ30分。いや、もうちょっとかかるような気がするけどな。あ、違うな。こっちだな。これだ。こっちの向きだ。え、でもどの向きでもいいな。これだな。こうだ。はい。はい。クリムトのね、接吻です。正解です。これも可愛い。なんかもう本当にちょっとよくわかんないけど、これ頭だね。チューされてるね。チューはビーズ1個だね。はい。で、最後に。スターリーナイト。星月夜。グスタフ・クリムト。そうそう、クリムトの接吻ね。な感じです。めっちゃ可愛いんだけど。ほらに。ね、イアン・ハレンチ。これめっちゃ、あの、元の絵知ってますか？元の絵がすごく好きで、私もザ・キスって。めっちゃいいんだよ。全然ハレンチじゃない。めちゃくちゃ美しい。あちゃまさん、こんばんは。去年はありがとうございました。今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。メメントモリ。どれ？これ？元の絵は美しいよね。クリムトの接吻。いや、もうめっちゃ好き。どれ？メメントモリってどれだ？はい。ということでね、また動画にもするんですけど、ちょっとこれは新年こんな夜更かしして来てくださった皆さんにお見せしたかった。モネ、ゴッホ、ピカソ、北斎。ジャパニーズのこう絵が入ってるのよろしいよね、これね。いやー、どれからやろうかな。めちゃくちゃ悩むんだけど、個人的にはもうこのピカソが一番ピンときてない。絵画知りたかったら山田五郎の YouTube をぜひ。承知しました。とりあえずここに載ってるやつは見ようか。真珠の耳飾りのくの一。どれもそれも可愛い。可愛いよね、本当に。でさ、あの、具体的にじゃあサイズどんなもんなんだろうっていうのをちょっと知り、あのね、みんなにお伝えできればいいのかな。まあちょっと気になってた人いると思うんですけどね。ちょっとやってみましょう。調べてみましょう。なんか見たことある人みんないたからさ。はい、こんな感じですね。縦が9センチですね。9センチ。ここね、9センチ。あ、たかちゃん、あ、皆さん、たかちゃん、その、あ、だてたん、だてたん、こんばんは。明けましておめでとう。今年もよろしくね。たかちゃんもこんにちは、こんばんは。今年もよろしく、明けおめ、よろしくね。やりやすそうだし、かわいい。そうなのよ。小さいのに、ちゃんと絵画なの、素敵すぎる。間違いない。やばい。見た瞬間、もうすぐ買った。マジですぐ買いに行った。はい。で、横が、6センチ。とみさん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もおめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということでね、これ縦が9センチの横が6センチっていうね、すごい小さいサイズです。なんでこれは出来上がったらこのまま、フォトフレームに入れると多分ちょっと余白もあって、チェキぐらい。チェキがわからんけど私。チェキのサイズがわからんのやけど。チェキのサイズが。なんかビーズケース、これぐらい。これ分かる人いるんかな？このサイズ感伝えて。これだからちなみにクリスマスの片付けなきゃいけないけどめんどくさいなって置いてあるやつ。あ、ちょっと去年のうちに片付けるべきだった。まあいいや。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。どれからやるんですか？迷ってるよ。
でもさ、私が好きなのとかはさ、ちょっと後から残しておきたいじゃん。だから一番今ピンときてないやつからは、でもスタートだしな。ムンクかな、ムンクから叫ぶかな。あ、そのケース分かりやすい。本当？もう一回置こうか。ビーズケース3マス分 3.3 ぐらいぐらい、2.4 ぐらい、わかんない。チェキより少し大きい。ピンとこないピカソ。そのダイヤモンドアートどこで購入しましたか？ペイントジェムっていうね、これあのツールです。ツールはちなみにまあ普通、なんか別に何ってことはなく普通。トレーと見て、ピンセットがさ、こうプラスチックなんだよ。プラスチックなんよ。プラスチックなんだけど、なんかわかる、思いのほかさ、こう先が細くて、なんか意外に使えるんじゃねって思ってる。はい、とまあちょっとなんかペンと、もう多分これブシって刺しとくんやな、これな。あ、ブシ、あ、ちょっといや、なんかちょっと、あ、ちょっとやめとこう。もう一個あった気がするけどな。あったあった、こういうね、サイエンスのやつですね。まあとはいえね、やっぱり私はペンを使わないんで。あー、グルーマーだ。ポイ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 。あ、せっかくだからこれ使おうかな。これ使えるんかな。じゃあピカソから。あ、そうね、このペイントジェムっていうのを調べてもらうと、あのサイトが出てきます。まあ、こういった、これがこの、私はどうしてもこのミュージアムエディションが欲しかったのでこれを買いましたが、他にもね、なんかモザイクアートというか、まあ、ドット絵に近いね、ドット絵みたいな絵柄がすごいたくさんあって、まあ、私はもうこれしかピンとこなかったんで、これだけが、とにかくこれだけが欲しかったから買いました。星月夜も気になる。わかる。めっちゃ可愛いよね。あ、誠さん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。ツールの服もか、袋も可愛い。そうなん、マジ可愛いよ。やばいよな。グレーのハートでかわち。グルーハートで、あ、そう、グルーハートであった。もうここね、これ、はい、ハート。出さないスタイル。サクッとできるサイズなのに満足感すごそう。可愛すぎる、やりたい。可愛いよね。めっちゃ欲しいよね。と思ってすぐ買っちゃった。マジすぐ買っちゃった。黒いやつ握るとこのグリップかと思ってキャップなのか。いや違う違う、あのグリップなんだけどちょっと入らんかった。なるほどですね。ありがとう、教えてくれてありがとうございます。皆さんもね、ぜひ一度見てみ、気になる方はね、ちょっと一回調べてみてください。RK 先生のサイトに行くと、私のこれから出す動画よりも上手に素敵な感じに動画撮ってあります。もうさ、マジ開封動画を水野優衣に期待はしない方がいいよね。もう本当にやばい。え、でもなんか今からやったらさ、私多分これ30分では終わらないんだよね。なんかまあでもなんかはちょっとやりたいよね。おっしゃられてるかもしれないが、おいくらでしたか？私ね、送料込みで6000〜7000ぐらいだった。ちょっと確かに海外輸入は高いです。高い、私はちょっと高く感じた。だってこのさ、ダイヤモンドアートクラブとかとさ比べたら全然サイズ感やばいからさ、割高なんだと思うんだけど、もう私はもう本当に一目惚れしてしまったの。動画を見た瞬間、コメントをするより先にあの RK 先生の動画で見て、これマジ可愛いと思って、もう動画にコメントする前 に買いに行って、購入してから買ってきたっつって、この動画買ったわっつってコメントしたもんね。アリエクですか？いや違います。こうペイントジェムっていう、これね、みんなスクショタイムよ。はい、ペイントジェム、これね、これを、ここをね、これを調べてください。チェキラー、あ、ここに書いてあるな。ペイントジェム .com って書いてある。ペイントジェム .com、 要チェキラー。みんな見てみて、とりあえず買わなくてもいいから見てみて。マジで可愛いから、やばやばってなるから、とりあえず可愛い素敵、可愛い素敵っていうのをちょっと私はみんなと共有したいから、よかったら見てみてください。あの買わなくてもいい、見て、マジかわ、マジ可愛い、欲しい。
水これでもやれんかなとかめっちゃ思っちゃったもんね。でもなんか絵がちょっとややこしすぎてそんな風にはできない。割といいお値段、年明けた記念で買っちゃおうかしら。いやね、本当にちょっと高かったよ、分かってる、高かったよ。でも私はもう我慢できなかった、どうしても欲しかった。検索してみます、ぜひぜひ。欲しくなりますがお値段しますのぞきます。そう、みんなね、あの買わなくてもいいからね、見てかわいいって言って、見てかわいい、ゆいさんの言ってたの分かる、かわいいっていうのをしたい。あの共感してほしい。共感してほしい系女子、分かるって言ってほしい。あの女子特有のやつやる、分かる、めっちゃかわいいって、見た、かわいいよね、ちょっと高いけどでも見るの、見るだけなら十分かわいいよねっていうのをしたい。分かっちゃったけど、ちょっとあの新年早々うるせえな。はい、なんかでもちょっとビーズ置きたいよね、ちょっとなんかビーズ置きたいよね、ちょっとビーズ置きたいよね。さ、叫ぶ、かわいいの言い方がバカリズム、ごめんなさい、やめて、ネタまでわかる。あのさ、え、なんとかだよね、なんとか、なん、え、なんとかちんす、かわいいってやつでしょ。さ、多分すごい顔してやってるから、ほんまにさ、あのライブしてる時に思うけど、私にカメラ向いてなくて本気でよかったってマジで思う。バカリズムのネタ分かる人めっちゃ分かる。ゆいさん、今年はワールドマップもよろしくお願いします。もちろんです。ちょっとだって今日のさ、今日っていうか、あの昨日あげた、あの2023年大変お世話になりましたつってあげた動画にワールドマップだったのちゃんと言うね、えらいえらい。完成したらフォトフレームにいい感じに収まりそうですね。そう、あのフォトフレームに入れると多分ちょっと余白ができるので、まあ、でフレームがちょっと額になって本当にこう、あの絵柄って感じになる。あ、叫びますか。え、ひろみさん叫んじゃう。じゃあ叫びすね、あのひろみさんのリクエストからスタートで叫びからいきましょうか。ひろみさんはね、本当に去年もずっといろんな、もう私のさ、あの同じ動画を投稿している YouTube から TikTok からインスタから全部コメントしてくださって本当にありがとうございます。こんな私のほほほ。ということで叫びましょうか。どうしようかな。でもやっぱり、うん、トレース台使うとどんな感じになるのかな、ちょっとやってみようと思います。叫びわーい。ゆいさんチルドレン。チルドレン。おもろいやな。ありがとうございます。ちょっと待ってね。わしわしって開けたから机の上がいないとやれる準備になってない。ほんとね、これ可愛かったんだな。危ね。よし、じゃあ、トレース台に乗せてみようと思います。一応念のため、とりあえずなんとなく、ちょっと待って、ちょっとセッティングが全然できません。でも今からやったらすげえ大変なことになるから、まあちょっと全面はできないんだけど、枠が見にくい、ここら辺。そうね、ちょっとキットのやつを持ってるけどやっぱり使いにくいからやめよう。ですね、まあせっかくなんだけど、どこで買えるのかずっと気になってたので、いや、ゆいさんありがとうございます。買って、ちょっと見てきて、とりあえず見てきて。え、なんかさ、本当にさ、このゾーンとかこうすごい中途半端にこの辺だけやりたいんだけど、そういうことしてもいい？上の方にしようかな。やっぱり伊達さんサイト見てきましたよ。宇宙の柄とかめっちゃ一目惚れしちゃいました。めっちゃ英語で読めねえってなりましたが、可愛さは全国世界共通ですね。間違いないです。あれはね、勢いで買いました。何も読めんかったけど、私読め、まあちょっと読んだけど、この叫び、このサイズで叫びって分かるのすごい。どこでも大丈夫、どうしよう。ちょっとやっぱ右上から行こうか。まあ多分一気に仕上げていいパターンなんだと思うんだけど、まあ私はね、いつもちょっとそんなに、あの長くしない、
どこのサイトかも教えてほしい。どこ行った？ピントジェム、これで調べてください。隣にちょっと切ってるわ。 これで検索するといいと思う。まあそんな長くやらないのでちょっとやります。ちょっとにしますね。ビーズの感じとかもね、ちょっとみんなにちょこっとでもお知らせできるといいのかなと思い、すごく中途半端にやります。まあね、明日もあるし。調べたらセールになってるみたい。マジセールか。$34,4700。あ、そうだよね、多分。そんでなんかこう、多分あれなんだ、送料がかかるからね、ちょっとあれかかったのかな。私はセールじゃなかったんかな。いや、もう関係なかったね。本当にもうすぐ、どうしても私はすぐにでも欲しかったの。マジでね、あの一目惚れだったの。ほんとちょこっとにします。皆さん許しても、ありがとうございます。じゃ、なんかまつげが脱げた。あ、私の大事なまつげが脱げた。ペイントジェム、ちょっと M が消えとる。ペイントジェム、メモメモ、ちょっとでいいので、ビーズ置いた感じが見たいです。ありがとうございます。私も見たい。多分本当は一気にビーズ置いてった方がいいのかもしれないんだけど、気にせず私はカットします。見たいよね、見たいよね。私も見たい。もうハハしてる今。すごくすごくハハしてきて、もうこれをね、あの簡単に言うと興奮してます。いやー、もう、うわー、フィルム切れた。別に普通や。通常$4,049。マジか、めちゃくちゃ高いやん。私何だったんだろう、どういうタイミングで買ったんだろうね、ちょっと分かんないな。そのサイト見ながら配信見てるんですが、可愛いの多すぎて。そうでしょ、分かるでしょ、めっちゃ可愛いでしょ。ちょっと待ってね、ちょっと、はい、ほんのちょこっとね置いていきたいと思います。これぐらいね、少しにしましょう。もだえてしまったわ。どっから行こうかな。迷う配置だな。セールで5000円ぐらいだから、ちょっとセールだったんかな、私買った時。もう今回についてはね、私はもうマジで欲しかったから、もう速攻買った、それプラス送料。まあ海外だと高めになりがち。私はいつもタオバオで買い物してもらってますから、送料高めなのは満足してる。タオバオあんまり分からんけど、送料はね高いよね、しょうがないね。よっしゃ、ちょこっとやろう。なんかいろんな色があったな。どうしよう、どれからいこう。ちょっと R とかからにしようかな。でね、ちょっと私今回さ、いつもと違うビーズケースを使うんだけど、ちょっとさ硬くてさ、マジほんまにこれこぼすんちゃうんかってマジで思うんだけど、あれ開かない。 What's happen だ。ああ違うとこがあった。ああ違うとこが開いた。怖い怖い。開いた開いた。めっちゃ綺麗な樹脂ビーズだな。めっちゃ樹脂です。サイト見てきたけど可愛いのたくさんありますね。そうでしょう、めちゃくちゃ可愛いんだよね。ムンクの叫びならユイさんのもだえ間違いなくもだえてた。ちょっとアップにしていこうかしら。ちょっと、お、 R から置いていきます。それやったら普通のダイヤモンドアートに行こう。今日はねもうこのまま終わりです。ねんねです。もう可愛い。なんかめっちゃ嬉しい。やばい、めっちゃ嬉しい。手震える。嘘、変な声でちって。かわいいな。
ビーズが可愛いよ。ひえ。あー、ちほたん、明けおめ、ことよろ、よろしくね。ありがとう、来てくれて、新年早々。朝、新年早々、私はもだえてるんだわ。ちほたんなら3分で終わるぐらいの作品を今やってんの。3分言い過ぎみたいな。ちょっとトレイちっちゃいのにしようかな。久々よもぎさんです。コツがいるケースですよね。そうかも、知らなかった。もっと簡単に取れるもんだと思ってた。なんだいなんだい、いけた。めっちゃ可愛い。可愛いですね。もうさ、ちっちゃいからこそさ、本当にずれたくない。無地で綺麗に置いていきたい。よく絶対ペンは使わない。あの RK 先生の動画を見ると分かるんだけど、ペンで置いてるんだけどめちゃくちゃ上手でさ、しかもめちゃくちゃ音が良くて、私も動画真似させてもらおうかと思ったけど真似できない。あんなに綺麗にペンでビーズ置けない。おオンってなった。色がほぼ一緒です。全然違いが分かりませんが、なんかクリーム色可愛いです。もう何にせよ可愛いってことにします。可愛い。なんかもうガタガタしてるよ。ちょっと心が乱れとる、嬉しすぎて。3分はないわ。おいけるって。ひろみさん、か優しい色ね。ここ優しい色ですね。あのビーズはね、こう 全作品分入っていますね。絶対足りないとかやめてほしいと思ってる。うわー、みちみちジュルジュルでかわいそう。うん、かわいい。あんまりね、チュルチュル、みち、チュルチュル感があんま伝わらないかもしれないんだけど、ちゃんとね、樹脂ビーズなんで、しっかりチュルチュルしています。結構キラキラだな、樹脂の感じ。樹脂、樹脂ですみたいな。樹脂ですみたいな感じです。意外とこう、しっかり色の種類がありますね。32種類ありました、今回。ちょっと待ってね、コメント読めてません。間違ってないの、私。ビーズの色大丈夫そう。なんか本当にね、ビーズの色と結構近い感じがしますね、トレーとね。かわいいわ。え、これもう絶対飾りたいじゃん。ムンクの叫び飾りたいじゃん。こんばんは。何のやってますか。これはね、新しい作品を開けちゃってます。うわ。使い慣れないトレイを使ったらこぼしたよ。ちょっと待って、こっちに行かない。私はまた4日は横浜アリーナに行き、6日は京セラドームに行き、なんという充実年始を過ごすでしょうか。素晴らしい。いいですな。私は今とても充実した年明けをすぐにあれしております。過ごしております。コメントが読めません。私もペン苦手、ね、なんかこう思ったとこに置けないんだよな。私は、千穂さん、千穂さん、私は新しい作品してるけど、記号が円でめっちゃ地獄ばかりじゃないぞ。なんか、お金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 みたいな。金、金、金、金みたいな。違う。ドルならよかったって。違うか。そうか。もう本当そんなのもな、あれだよね。連張りでやっつけちゃうよね。千穂さんならあっという間でしょ。今 A3 の地獄ゾーンが多い作品やってるので、こういう作品に息抜きしたり可愛すぎる。わかるね。ちょっとその、わかる。息抜きにぴったりサイズなんだよね。まあ正直お値段はそんなに可愛くないんだけど、可愛くないよけど、可愛いよ。樹脂力高い。本当はキラキラし、キラキラしてて可愛いっていうか、バカリズムを今すげえ意識してますけど、大丈夫ですか？ゆうかさん、明けましておめでとうございます。
新年からエイサのライブ見れるのは嬉しいさ、そう言っていただけて嬉しいです。もう新年早々ね、こんなたくさんの方に来ていただけて私も嬉しいです。まあちょっとテンションが爆上がりでね、大丈夫でしょうか、私この後寝れるんでしょうか。うわー、かわいい青だ、どうしよう。この青若干くすんでるんだけど、みんな伝わるかな、伝わりにくいかも。めっちゃかわいい、はぁ、しちゃった。ちょっとこのやばいつって私の反応が一番やばいんだけどね。これちょっとみんな絶対完成楽しみにしてて、絶対マジで可愛い、やべえ。2024年一番初めのダイヤモンドだと、そうです、新しい作品をね開けてしまっております。いやもうほんとね、これはダイヤモンドアートのダイヤモンドアートを買うより前に買ってるからね、実は。違う、ダイヤモンドアートクラブだ、ダイヤモンドアートクラブの作品を買う前にね、もう注文してるんです。届いてない、珍しくピンセットでした。なんでピンセットしたの、それ大変や、もうそれは嫌になっちゃうよ。よいしょよいしょ、うわ、知ってます、あの水野ゆってめちゃくちゃ不器用なの、あのペン、あのケース開けるたびにマジこぼしそうになる。っていうか黒のビーズがめっちゃ綺麗なんだけど、わかる、みんなこの素晴らしさ伝わる、黒のビーズが割とバリが少なめで皮綺麗なんだけど、わかる、310番に出る質みたいな、あーかわいい。あー、トモさん明けましておめでとうございます。今年もたくさんライブお邪魔します。ありがとうございます。今年もね、楽しくたくさんライブしていけるといいなと思います。本当に楽しく楽しもうね、みんなね。ビーズに興奮、もうハーハーしちゃう、ハーハーしちゃう、ハー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 しちゃう。ビーズに興奮、やりたくなる、そうでしょう。とりあえずみんな見てきて、買ってとは言わないから、とりあえずみんな見てきて、いいな、かわいいなっていうのをちょっとシェアしたい。立てたお先に念しますね、始発早々ゆいさんの配信来られてよかったです。今年もたくさん来ます、ありがとうございます。立てたまだいるかな、年末さ、なんかだ、あのだ伊達様とさ、あのなすなかにしのさ、ちょこれだけ喋られて、まだいるかな、伊達様となすなかにしのなんかあの料理するやつ、テレビ番組がやってたのよ、で朝早々そうね、それをし、あの見ながら聞きながら見ながらバーってドライブしててさ、マジその2人のやり取りめっちゃ面白いみたいなことをつぶやいたの。そしたらさ、なすなかのさマネージャーからいいね返来とってさ、めっちゃおもろと思ってはい、ありがとう。さまさん、ダイモンドアートで年越ししました。今日からスクエアの作品ばかりなので、ペンお休み中、ピンセット活躍中です。一緒だ、スクエアだとね、あ、ちょっと自分で言いなしちゃった、違うの、ピントが来ない。スクエアだとね、やっぱりピンセットがいいよね。黄色です、黄色のビーズ久しぶりに見ました。最近私のあのグリ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 ってぶち込む動画が黄色ですね、あのビーズね。これを押し込まなくても済みそうです。あり、合います、黄金のワンスプーンかな、あ、そうそれそれそれ、見ててなすなかとのやりとりが面白いみたいなことをつぶやいたら、なすなかのマネージャーからいいね来てた、エゴサしとると思ってちょっと個人的に面白かった。ゆいさんこんばんは、明けましておめでとうございます、明けましておめでとうございます、明けおめ、そうだな、明けおめだったね。今度1月19日の11時から地上波でやりますので、ぜひ、あ、それはちょっと見てみようかな、いい情報聞いた。なんかちょっとこのオレンジ T 合ってるよね、かわいい、かわいいよ。ビーズケース、これ危ねえな、そのうちわしひっくり返すぞこれ、やべえやべえ。ああ、ゆいさんのまっすぐ置いたビーズが気持ちいい、ありがとうございます。あ、ともさん、な
何の絵柄か気になる。これはね、後で見せるんだけどね、まさかだよ、まさかの絵柄をやってるよ。いやちょっと、なんでだ、私もそのツイート探していいねしてきますね。ではすみません、ありがとう。大したツイートじゃないんだけどね。親戚の子にお年玉用意して年越すでよかった。あ、準備しなきゃ、私も。やばいやばい。オレンジです。オレンジ色。オレンジ色。ビーズがね、なんかすごく綺麗ですね。なんか変な色がつい、なんかこうたまにさ、ビーズが汚い、汚れてるって時あるじゃないですか。そういうのもないし、なんか全然バリとかも穴開きもないし、なんかビーズめちゃ綺麗なんだけど。え、何これ、めっちゃビーズ綺麗なんだけど。こういうのをね、大きな声で言わなきゃいけない、私は多分。めっちゃビーズ綺麗。なんだろう、めっちゃ綺麗。なんだろうじゃないんだよな、めっちゃ綺麗。台紙の周りにマスキングテープ貼ってないの珍しい。あのね、外側に全然、本当にね、1ミリぐらいしか糊がはみ出てないんですよ。大抵さ、ビャって貼ってるから、こう台紙の外にラステとか貼るんだけど、マジで一応出てるよ、出てるけど、これぐらい、これぐらい、わかるかな、これぐらいしか出てない。だからいらない。何の絵これ、何の絵これね。ちょっと待ってね、この歯、そのこの部位を置いたら見せるね。310にバリがないのが衝撃なんだよね。そう、全然ないわ。ちょっと私、手にいっぱいついたまま鼻の周りかいいと思ったら、あっちこっちにビーズ巻いてしまった。恥。原色から、そうだね、私の作品にはなかなかない色なんじゃないでしょうか。結構このビーズはちょっとね、ビーズのね、静電気は正直すごかった。また動画に出すんですけど、そこは出さないけど、あのジップの袋に入ってきてましたが、もうすごい静電気なものですから、こうとりあえず柔軟剤シートを入れて、カシャ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 カって、とりあえずちょいとべ、あれを取ってからやった。と言うとる間にやな。置けた。なるほど。310といえばバリなんだけど、全然全然。ビーズめちゃ綺麗よ。なんか美しいわ、本当に。ちなみに私はテープ面が少なくても必ず貼ります。台紙を切って収納する場合にテープするとき。ああ、そういうことね。柔軟剤シートは近くのホームセンター探してもいなかった。ドラッグストアにあるんじゃないかな。あとはね、ちょっと待ってね。もう、アマゾンで買うか、もうあれだな、コインランドリーやな。美しい、本当美しいね。ちょっと待って、ね、マステ取るね。やばい、ちょっと興奮で寝れないかもしれない。つうか、もうこのまま仕上げてしまいたくなる。やばい、かわいい。はい、今作ってる作品はこちらでございます。ムンクの叫びです。ちょっと光の加減的にちょっとあれなんですけど、ライブ予告ありがとう。いいえ、とんでもございません。この時期さらに静電気やばい、間違いない。そのせいかな。ちょっと待って、光向きがちょっとあれなんだけど、電気の向きが310バリなしで、どこのショップさんですか。これはペイントジェムです。柔軟剤シートはコインランドリーに分かる。そう、買おうかと思った。ダイヤモンドアートやってるなら分かる。310のバリの多さ、ほんと。ちょっと待ってよ。おー、サイズもいい感じ。そうなんです。ちょっとまつげがまだおったんか。このまま仕上げましょう。もうこの時間だもんな。ちょっと、えっていうか、もうビーズ可愛くてちょっと息止めちゃった。ムンク可愛い、ムンク可愛いよ、叫んでる。可愛い、
はい、こんな感じですわ。可愛くて仕方がありません。でね、ちょっとあの私の動画とかを昔前からね見てもらってる方ならわかると思うんですけど、私ねこの色のこの辺のねこのピン赤とかオレンジとかこういう原色のビーズってほとんど使わないので、なんかもうなんかすごく私的にもなんかこう新鮮だなっていう感じです。ビーズ綺麗だよ、本当綺麗だよ。いや本当にね、ちょっともうこれさあ、ほら巻くよ、ビーズ巻くよ、うわ巻いてるよ、もうピンチだよ。でちょっと本当にさ、みんな見せて見せてもいい、ちょっとうわちょっと待って、全然見てこれ、ほらわかるかなこれ本当に310番かっていうビーズなんだけど、わかる？バリがない。明けおめ、明けおめ、ありがとうございます。あ、なんかどっかに失礼だ。ビーズ全色もう一回見せて、了解。ちょっと待っててね、ちょっと待ってね。一旦まずこう黒のバリのなさをみんなに見せよう。綺麗。これちょっと感動だよね。この黒のバリじゃん。やればできるじゃん。ほんまだよね。どこで作ってんだろうか。高いのはこういうとこなんか。まあ、たまにあるよ、これとかね。ちょこっと。もうこの程度ですよ。素晴らしい。危ねえ、これそのうちひっくり返すな私。綺麗、バリがない。そうでしょ？衝撃を受けてます。圧倒的にバリが少ない。本当にないんだって。もうこんなんで見てもわかんないけど。すごいよね。はい、ということでさっきね、あの今色が見たいっていうことなので見せます。こんな感じ、こんな感じですね。裏から見ると一番色がわかるのでちょっと見せましょうかね。ちゃんと蓋閉まっとる。ちょっとね電気の位置が悪くてごめんなさい。こんな感じです。ちょっとなんかカメラが汚いんかな、なんかくすんでる。あ、フィルターか。緑っぽいのとかこうね、ちゃんとあの順番に置いていくとグラデーションになってるのがありがたかったですね。な感じ。まあでもほらちょっとわかると思うんだけどさ、こうねほら静電気感じるよね。ビーズがむっちゃひっついてるもんね。静電気がやばそうです。かわいいラミのビーズたちです。ほんとかわいいんです。めっちゃかわいい。黄色かわいい、黄色かわいいんです。黄色もかわいいね、ムンクとかね、マジマジかわいいから本当にやば。はい、まあちょっとね、あ、ちょっと一瞬落ちちゃった。これね進めていきたいと思います。はい、ということでね、ちょっとまた新年早々の動画じゃライブでございました。みんなつながってる、つながってる、落ちてない。私ちょっと一瞬切っちゃった。でもひゅいってやっちゃった。ごめんよごめんよ。はい、これはねちょっとそうだな、どうやって撮ろうかな。大丈夫、本当よかった、ありがとうクラリちゃん。落ちてない、本当一瞬だったからよかったのかな。セーフセーフ。はい、ムンクさん、なんとかこう叫びにして やりたいと思います。はい、こんな感じでね。いやーかわいい。ちょっとさ、そんで一応ね先にみんなに先に伝えておこう。ダイヤモンドアートクラブはですね、私ビーズケースをよくある
あのケースをよく見たことあるで、あのケースを買ってみたんだけど、届くのが一応明日、今日らしいんだよね。あれが届いてからしかできないから、でもこの連休中になんとか開封動画は撮りたい。一瞬落ちましたがすぐ戻りました。本当よかった。私も一瞬してた。それは年々やな、年々の意味やな。はいまあでももうこんな時間なんでね、皆さん私のこうわがままにお付き合いいただき、新年ライブをね、あ、そう、一緒にお時間いただきましてありがとうございました。本当に明けましておめでとうございますですね。はいみんなと一緒に始められてよかった。本当にマジで楽しみにしてたの私これ。いや、もちろんダイヤモンドアートクラブも楽しみなんだけど、まあ、正直それ以上にめちゃくちゃ楽しみにしてたので、いやー、やっとね、ちょっと動画を上げる前にもう何せ新年一発目でやりたくて、まあ、あのお付き合いいただきたい、ありがとうございました。また動画にするのでよかったら見てください。じゃあ今日ね、今年あの1月1日ということで2024年が始まりました。まあ、どうかね2024年っていう年が皆様にとって幸せな年になりますように祈っております。私にとってもね、こうそらな、今年もまあ楽しくマイペースにね楽しんでいきたいと思っておりますので、よかったら、まあ、今年もお付き合いいただけると嬉しいです。こちら楽しいライブありがとうございます。こちらこそありがとうございます。見せていただいているときにはこちらこそありがとうございます。新年ライブこれで素敵な作品も見られてとっても良かったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あ、足立てありがとうございます。猫の手だ、ごめんなさい、猫の足、なんか全部違った、猫の足ありがとうございます。ギフティングセンキュー。素敵な一年でありますように、本当にありますように、ありがとうございます。今年もよろしくね、よろしくね、クラリちゃん、よろしく、マジでよろしく。ということで皆さんありがとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いします。遅くなりましたけれども、遅くなっちゃってごめんね。いや、またゆっくり今日は休んでください。じゃあね、みんなありがとう、バイバイ、おやすみ、グンナイグンナイ。めっちゃ光ってるよ、めっちゃ光ってるよ、めっちゃ光ってるよ、やばいやばい、かわいい、かわいい。じゃあね、グンナイ。